韓国初の民間ロケット、ハンビ TLB は、エンジンの性能を検証するための打ち上げ試験に成功したことが確認されました。韓国のスタートアップ、イノスペースが独自に開発した試験ロケット、ハンビ TLB は、ブラジルのアルカンタラ発射場から現地時間の19日午後に打ち上げられ、20日打ち上げの成功が確認されました。 ハンビット TLB は全長16.3メートル、直径1メートル、重量8.4トンの一段ロケットで、エンジン1機を搭載しています。衛星打ち上げ用の二段ロケット、ハンビンナに搭載される予定の水力15トンのハイブリッドエンジンの飛行性能を検証するために開発されました。イノスペースによりますと、ハンビット TLB は 4分33秒間飛行しししたたた後ブラジルのににに設定された安全区域に正常に落下しましたエンジンの燃焼時間は106秒で目標の118秒に比べてやや短かったものの飛行中のデータを分析したところエンジンは正常に作動し水力の安定性を維持したことが確認されたということです。 今回の打ち上げに成功したイノスペースは、50キロ級の衛星を上空500キロにまで打ち上げることができる半便などの開発を年内に完了し、来年にも衛星打ち上げビジネスを開始する計画です。